ぞ。よく来たね。それが君たちの答えなんだね。安心してよ。決着をつけよう。始めよう。君たちが勝てば僕は改心される。けど僕が勝ったら僕の現実が現実だ。僕はその認知で世界を塗りつぶす。もう容赦はしないさ。な、何？君たちがそうであるように僕も元の現実を認める気はない。たとえ僕自身がどうなろうと、僕のやり方で不甲斐ない現実を変える。それが僕の反逆だ。姿、そしてこの力、君たちはこう呼んでいたね。ペルソナ。
たら助けてあげて。
技通す。僕は負けたのか。あれってマルキのお宝だな。あれなんだろう。トーチ？トーチは人を導く灯火。自分は理想への先導者だってとこかな。改心させるんだろ。さっさと取りなよ。僕はもう崩れかけてる。逃げた方が良さそうだな。ルミ、すまない。僕は、いや、僕はまだ。ジョーカー、危ない。くそ、とにかく逃げんぞ。お前ら早く乗れ。間一発だったな。マルキ先生、改心どころじゃないよね。マルキ先生生きてるの？どうやら心配いらないみたいだよ。悪いけどまだ負けを認めるわけにはいかない。残念だけどそういうわけにはいかないんだ。この世界が僕を選んだんだ。みんなが望む幸せのために。な、え、嘘、お宝が。
私の思いを。やってやる。イクマンの信号を信じろ。まだ僕には届かないのか。目指した現実はすぐ目の前なのに。ごめんね。どうなってもいいってそう言ったのに。僕はまだためらいがあるのかもしれない。君もかい。グロー先輩、何を。愚問だよ。同じこと考えてるみたいだね。それもそうか。だって君は危ないです。ためらってる場合か。死ぬぞ。見ろ。僕を好きに使っていい。だから頼む。現実を、みんなが望む現実を。我は何時。私のためにも。
次に仕掛けてくる時がチャンスだ。あいつの弱点は頭だけど、普通の時は攻撃が効かない。奴が攻撃する時、パワーを拳に集中させるから防御が下がる。だから攻撃してきた時に頭を狙うことができれば。全てを捨てて、全てをぶつけた。それなのに、どうして。逃げている。僕が。そうだね。僕は、確かに元の現実から逃げた。けどそれの、何が悪いんだ。辛いなら、苦しいなら、逃げたっていいじゃないか。本当なら立ち向かって、乗り越えて、成長すればいい。けど現実はそう甘くないんだよ。頑張ったって、努力したって、少しの理不尽で全てが無駄になることだってある。君たちだってわかるだろう。お前の現実で救われる奴もいるだろうな。でもそれで立ち向かおうとする奴が成長する機会まで奪っちまっていいのかよ。マルキ先生の言うことだって間違いじゃないと思います。辛い事実から逃げて何かにすがって、私だってそうですけど、そこで得た痛みも、そこから前に進もうって気持ちも、全部私の大切なものなんです。それを奪われるのは絶対に嫌なんです。吉沢さん、絶対に嫌か。完全に僕の負けみたいだ。Ugh!
マルキ先生、よせ、手遅れだ。こっちもダメだ。どうすれば。みんな、我が輩のそばに早く。なとこ申し訳ないけど、もう少しサイズなんとかならなかった？つかジョーカーは？大丈夫だ。手荒に呼び止めてごめんね。ここも終わりだね。僕が正しいと信じた現実と一緒に。僕は負けた。ここで君に勝負を挑んでもきっとまた負けるんだろう。分かってるさ。馬鹿げてるのはずっと抑えていた。僕自身気づかないように生きてきた。だから頼む、未練を断ち切らせてくれ。君だから頼めるんだ。パレスの異世界の消滅も近い。お互いペルソナは使えないようだね。始めよう。全てを捧げたんだ。全てを。僕だってな。どうしてルビが。誰も泣かずに済む現実を。
全部吹っ切ったよ。君のおかげだ。しよう。手を離してくれないか。君の目はいつもまっすぐだ。まっすぐ前を見ている。僕は怖かったんだ、きっと。君が望まない現実を作ることが。あなたの選択、確かに見届けました。あなたは人間の未来のみならず、我らの意義をも取り返してくれた。一度は歪められた現実ですが、あなたの行いによりやがてあるべき形へと戻るでしょう。ええ、時を戻すことは叶いませんが、事象はすべてあるべき姿に。もう一度お願いするわ。あなたの意思で警察に出頭してほしい。僕は自分の道は自分で決める。誰かに作られた現実で一生飼い殺されるなんてごめんだよ。すべては元ある形へと戻るのです。例外はありません。後悔していますか？そうですか。この道を選ぶことは決して容易ではなかったことでしょう。感謝と敬意をあなたに。